ことで、プロテオーム解析の、話が先ほどいくつか出てきましたが、まあ、主力となっているのはもう今、質量分析で解析する方法です。で、質量分析の中で何、プロテオーム解析を行う上で何が起こっているかというのを、15分の間で発表しようかなと思っています。で、教科書的な話ですけども、プロテオームとはというのは、組織や培養細胞などのある生態系に存在するタンパク質の、まあ、全てのもの総体ですね。例えば肝臓に含まれるタンパク質、全てのタンパク質で、培養細胞ヘプニン球酸という有名な培養細胞がありますけども、その細胞膜に存在する全てのタンパク質だったり、ある生態系に存在するタンパク質の総体をプロテオームと言います。で、質量分析でプロテオームを測定するとなると、質量分析を用いてある生態系、このようなサンプルを、に存在する全てのタンパク質を計測測定するということになります。通常ですね、測りたいサンプルと、まあ、コントロールというのを、サンプル調整いたしまして、プロテオム解析にはまず、大きく、まあ、定性プロテオムと定量プロテオムという全然質量分析の中でやってることが似てるようで違うようで似てるっていうようなことをやってるんですけども、まあ、定性プロテオームは、サンプル中の MS 測定でペプチドを検出して、これをペプチドだと認識されたら、MS 測定、断片化を行って、ペプチドのスペクトルを取得して、この取得したスペクトルをもとに配列を決定して、タンパク質が何であるかというのを決定するということを行います。一方で、定量プロテオム解析というのは、まあ、後で説明しますけども、さまざまな技術を使って、先ほど出てきました TMT とかですね、そういった技術を使って、プロテオムですね、タンパク質の定量を行っていくという手法になります。で、これが、プロテオムですね、プロテオム解析におけるタンパク質統計のワークフローになります。で、通常ですね、このトリプシンと呼ばれる酵素を使って、生体中のタンパク質を、抽出した後に、このトリプシンという、酵素を使って消化することが一般的です。で、トリプシンというのは、リジンやアルギニンの C 末側のペプチド結合を加水分解するという酵素で、これによって、ペプチドがイオン化しやすい状態になります。で、そのイオン化しやすい状態のペプチドを、網羅的に質量分析で解析していくということになります。で、実際に質量分析で、検出される過程としまして、このようなことが起こっています。サンプルがまず、ESI だったり MALDI だったりという、イオン化方法でイオン化した後に、まず MOPAG でセパレーションというですね、MSI でプレカーサーイオンと呼ばれる、ペプチドなんですけども、ペプチドイオンを検出する工程がまず入ります。で、これが、ペプチドだと認識されたら、これ以上エナジーですね、エネルギーを与えることで断片化して、もう一度、スペクトルと、ある特定の分子に対してスペクトルを取って、検出するということをします。で、これが、断片化した時の、ペプチドのフラグメントのパターン、Y とか A とか B、X とか Y とか、Y とか B とかですね、そういったイオンの名前が定義されているんですけども、通常ですね、ペプチドをフラグメント化すると、この Y と B イオンシリーズというのが特に、検出されることが一般的です。例えばこういった配列のペプチドが、壊されると、エネルギー的にどこか一つの、ペプチド結合を壊すことによって、断片化して、その後にスペクトルを取ることで、その、質量の差をもとに、そのここがアミノ酸配列が、どのアミノ酸配列かというものを決定していくというのが、一般的、していく原理になっていくんですけども。実際これが、ですね、実例のデータで、こういった配列の、持つペプチドの MSMS スペクトルというのが、このようにですね、
アミノ酸1個ずつの違いでスペクトルとして現れてくるということになります。で実際にですね、これペプチドを、素水素からもナノ LC と言われますけど、低流速で、ナノフロートですね、だいたい200から300ナノリットルパーミニットというすごい遅い、流速で、ペプチドを分離して、その後に分離した後に質量分析で MS 測定 MSMS 測定というのを繰り返し、測定から取得していくということをします。で実際に、MSMS スペクトルが得られた後何をやってるかというと、ここに示すようなデータベースに対して検索をかけるということをします。通常ですね、このような、シーケンスデータベース、ユニプロだったり、レセクだったりという、タンパク質のデータベースをインシリコでダイジェストして、インシリコでスペクトルを作成するということをします。そして、サンプル中のタンパク質、実際に、同じようにですね、トリプシンで切断したペプチドのスペクトルですね。で、ここに MSMS スペクトルを取得したデータをとそのインシリコで作成したデータベースをマッチさせて、どれが一番近いかということですね。データベースサーチを行うということを、通常、MSMS スペクトルを取得した後に、タンパク質の同定で行う作業となります。実際にデータベース検索の結果を評価する上で、主にこの2つのやり方が、あります。まず1つ目がスコアによる評価ですね。MSMS スペクトルがインシリコで作成されたスペクトルとどのくらいマッチしているかっていうのをスコアリングで評価するということ方法と、もう1個は、フォースディスカバリーレート FDR による評価ですね。MSMS スペクトルが、インシリコで作成した正規の、スペクトルと、でこいですね、おとりになるスペクトル、これはいろいろ作り方があるんですけども、おとりになる、このスペクトルには存在しえないような、スペクトルの、ライブラリーと、どっちにもですね、検索をかけて、通常に当たってくるもののみを、質のいいものとして評価するということをします。で実際にですね、こういった作業を経て、タンパク質を同定していくんですけども、質量分析によって、どういうことができるかというのをまとめた図ですが、先ほどずっと説明していました低性プロテオム解析ですね、タンパク質の網羅的同定に加えて、定量プロテオム解析、網羅的にタンパク質の発現を再解析する方法、あと、翻訳後就職ペプチド、リン酸化だったり、アセチル化だったりという、翻訳後就職を、網羅的に解析、同定、定量する方法だったり、あとは特定の分子ですね、低分子化合物だったり、タンパク質だったりに結合する、結合するタンパク質の相互、の、網羅的同定、先ほどバイオアリーとか、いう手法が出てきましたけども、それはこの、手法に当たります。それ以外にもたくさんの、解析手法が、開発されてまして、それに応じて、それに応じたソフトウェアが必要になってきます。で、定量プロテオム解析といいましても、実はさまざまなやり方がありまして、まず簡便な方法としてはスペクトルカウント、ある、データに対して同定されたタンパク質が付属したスペクトルの数ですねによって、相対的に定量するという方法があります。あと、何も、ラベルをしないですね方法として、何もプレカーサイオンを定量する方法として、ペプチドのイオン強度を5時間ごとにクロマトグラム化して定量すると、こういったペプチドが検出されたら、それがリテンションタイムの横軸としたインテンシティのエリア値を計算することで、サンプル間の量を比較するという方法があります。
それに加えまして、安定同位体ラベルによる、ペプチドイオンの定量というのがあります。これジメチルラベル法だとちょっと時間がありますので、簡単に説明しますけど、だったりサイラックという方法がありますが、サイラックだと、安定同位体ラベルされてないものとされたものの、共溶質するペプチドというものの、イオン因定式を比較して、定量するという方法があります。で、さらに、先ほど出てきました TMT はこれに当たるんですけども、安定同位体ラベルによるレボーターイオン定量というのがあります。で、まず、こので、安定同位体、このアイトラックだったり TMT っていう、かあのものは、質量の総計が同じになるように設計された試薬で、いかにも同じものとして、MS 測定では、検出されるんですけども、断片化したときにこのレポーター部分だけ、このようにですね、フォープレックスだったら4種類のもので、これが一つ一つのサンプル由来の、ピークになりまして、このピークを定量することで、サンプルの定量を行っていくということになります。で、もう一つですね、ちょっとこれは複雑なものなんですけども、スワス法だったりデータインディペンデントアクエジションという方法が最近、よく使われることがよく使われています。で、特定のプレカーサーイオンではなくて、ある決まった質量範囲で MSMS をこのように取得して、複数の MSMS がペプチド由来の MSMS が取れるんですけども、プレカーサイオンの溶出時間と MSMS スペクトルの情報はあらかじめ取っておいて、この情報と、このあらかじめ取った情報をマッチさせて、リテンションタイムと、インテンシティで、このようにクロマトグラムを複数取ってやることで、ペプチドタンパク質の定量を行っていくという方法になります。で、実際ですね、今、僕らので研究室で、取れているデータの変遷を見ていくんですけども、2007年にパブリッシュした2007年に取ったデータは、1000個ぐらいのタンパク質を1週間ぐらいで解析してたんですけども、2011年になるとだいたい3500ぐらいのタンパク質を、1週間以上10日ぐらいで解析することが可能だったんですけども、現在は、もっと短時間化が進んでて、半日で6000個のタンパク質が、同定できるレベルになってきています。で、もっと、100分で1万個タンパク質決めているという論文とかもあって、質量分析の高感度化と高精度化、迅速化が進んで、タンパク質の同定数が飛躍的に増加しているということが今背景にありまして、そのため、情報の処理のスピードとかが鍵になると考えられます。実際にこういうふうに50万行の、Excel のデータだったり、6000行の、タンパク質のデータだったりっていうのが、今の、データの、量になって、スタンダードになってきて、なりつつあるということです。そういった、いろいろなプロテオム手法の、があるのと、膨大なプロテオムデータが膨大になってきているということから、バイオインフォマティクスの、力が、プロテオム解析、質量分析系を用いた、測定によって、必要な存在になっていると考えられます。以上です。